メリッサーニ洞窟洞窟に覆われた部分正午の太陽に照らされたメリッサーニ地帝国考古学者スピリドン・マリナトスの調査によって発見された出土品メリッサーニ洞窟はギリシャ西部のケファロニア島にある洞窟でメリッサーニ地帝国とも呼ばれる。ケファロニア島の東側、板木海峡に面するサミ地区付近の海岸から500メートルほど内陸に入った山のふもとに位置する。 洞窟は森林に囲まれた中にあり、近くには観光用の駐車場が用意されている。アギアディナティ山の東にあり、森の木々に囲まれた湖が特徴的なメリッサーに洞窟は全体が岩石に囲まれ、湖の底も石で覆われている。洞窟の開口部に植生があり、開口部付近の石の色は蜂蜜のような茶色となっている。ギリシア神話では、 妊婦の住む洞窟と伝えられていたとされ、ジアニス・ペトロチェロスによる1951年の再発見以降、観光地として整備された。メリスサーニ洞窟は、メキシコのユカタン半島などで見られる陥没穴に、地下水が溜まった、セノーテを形成する、沿岸炭酸塩体水槽におけるカルスト環境の典型的特徴がある。地上から地下水面まで降りることができ、 そこからボートによる探索が可能で、巨大なカルスト経路が洞窟潜水によって調査されている。地下水は内陸部からの淡水と内陸に侵入した海水が混ざり合う。周辺のサミワンには印象的な陥没穴の深さを備えた多くのセノ能手があり、各セノ能手から流れる気水は海岸沿いに流出し、海岸一帯で海底湧水により気水域を形成する。 メリッサーに洞窟の地下水は、ファリティビーチに流出している。ありがとうございます。